ですね、沼津は実は三島駅から歩いてここら辺まで来るのがすごく好きで、何回かいや今日は違うんですよ、今日は違うんですけど、で途中で柿田の湧水地を経由して沼津アルプスっていうのでいいのかな、あの山を見てですね、ここまで歩いてきて沼津港でお寿司を食べるとか好きでですね、今日だから駅まで迎えに来てくださってたんで、普段はここ歩いて行くのになと思いながらそのあと迎えに来てくださった社長さんはもちろんご存じないんですけど、参りました。本当に東京のね人にとっては沼津っていうと沼津インターとか、あと沼津のお寿司屋さんというイメージが本当に強いんですけど、加えて沼津アルプスはもっともっと宣伝した方がいいよね。いやあれはなんか見た目もいいし、ちょっと伊豆半島の入り口なんでしょうけどね、とってもとっても素敵な場所だなと思ってきました。今日のタイトルは、あ、そうなってるのか脳を磨く生活術ってのは何でも喋るよね。私は脳科学を始めてもう30年ぐらい、芸能生活30年みたいな感じなんですけど、で今日、大体女性は今日は20代の方が多いんですかねあれ、いやすいません、本当にいやもうね、皆さんそれぞれの人生を、脳っていうとね、例えば最近ですと認知症の予防はどうすればいいんですかとか、あるいは今日経営者の方も多いんでね、仕事っていうかその会社の経営どうすればいいんですかとか、あと子育て中の方だとうちの子ね、どうやったら賢い子になるんだとか勉強ができるんだとか、あとあれですよね、ストレスが溜まってんだけどどうしたらいいんですかとか、いろんなご質問とかご相談を受けるんですけども、我々ですね、その脳を研究している中でね、一番やっぱり大事だと思ってるのは実は学ぶことなんですね。でね、これこの前ね、一番團十郎ってバカじゃなかった歌舞伎役者知ってますよ團十郎、この前もね、なんか團十郎なんか襲名披露してなんか忙しいのかなと思ったら、ちょっと今暇らしくて、熊なんか外国の人3人とご飯食べたら團十郎がいきなり電話かかってきたらびっくりして、何やってたんです、また殴られたのかなと思って殴られたんじゃなくて、ちょっと森さん、今月暇なんですよねと。そうなんだって、で、その時、團十郎ひょっとして来るかなと思って、都内のね、あるところでご飯食べてたら暇そうだったから来るかなと思って、僕とその外国の人3人が写った写真を團十郎に送ったらですね、来なかったですね。あれ、やっぱ女の子人もいないし、なんか、英語、で喋ってそんな雰囲気だったからちょっとやめとこうと思ったのかもしれないんですけど、でもね、要するに学ぶってことの大切さっていうのは、そのああいう歌舞伎俳優の方っていうのは子供の頃からやってるわけなんですけど、今勸玄君という今9歳の子が新之助っていうね名跡を襲名したんですけど、で、あの時の12月のですね演目が毛抜きっていう演目だったんですよ。で、これがですね、9歳の新之助君がやるには難しいと言われた演目だったんですね。というのはね、名探偵コナンみたいな感じで、お嫁するはずのお姫様の毛が逆立っちゃうのは何でなんだろうって言って、よく調べてみたら、かんざしを上から磁石で引き上げてたっていう、そのお家乗っ取り、要するにその、お姫様が。嫁入りしちゃうと困る人がいて、でそれを見抜く男女というね役柄を新之助さん勸玄君がやったんですけど、周りがみんな無理だからやめとけと、もうひどいですよねニュースって、もう男女のいい気になってる自分の息子にエコひいきして、そんなね9歳の子ができるような役じゃないんだ、確かに途中で若衆っていうんですかね、そのちょっとかっこいい男の人に色目使ったり
それ終わったと思ったら今度お女中に嫁使ったりとか、男女関係なく嫁使うってまるでお父さんみたいな。あ、嘘です間違えました、今訂正します。團十郎さんは男には嫁使いませんでした、間違えました。女だけでした、すいません。あのまあまあそれ置いといて、そういう難しい役柄なんでできないだろうと。でこれ皆さんの人生の中でもありません？あの例えばそうだな、会社の中でこいつこの 役職につけようと思うんだけど、いやあいつ部長無理ですよとかね。あと皆さんも例えばあの今の時代ですから、あの新しい仕事に就くってこともあるでしょう、今まで慣れてない。でその時に無理ですよって言われた、あるいは自分で思ってしまったことってあると思うんですけど、まさに12月の歌舞伎座の新之助さんはそういう状況だったわけなんですけど、まあ蓋を開けてみたらびっくりですよ。 むしろお父さんよりちょっとあの新之助君の方が立派なんじゃないかって、見事に役をやりきったわけですよ。まあだからね、なんか今ほら團十郎染五郎っていうのが今すごい若くて十何歳で、去年の大河なんか出てめっちゃ綺麗で人気奪われるとか言って焦ってるけど、自分の息子にね人気奪われるんだったらまあいいかもしれないね。まあ人はそう順繰りでまあ落ち着いていくんですよ。海老蔵だっていつまでもそんなねチャラチャラしてんじゃなくて、やっぱりお父さんの團十郎みたいに落ち着いていくんだと思うんだけど、まあいずれにせよその人は学ぶという瞬間を見たんですね、その歌舞伎座の。歌舞伎座行かれた方いらっしゃいますよ、この中で12月の。あ、さすが沼津法人会もうね、沼津のその筋の方が来てますよ。いや立派な舞台でしたよね。でああいうのを見てるとやっぱりあの学ぶってことが本当に大事なんだなって、その我々脳の研究してるとですね、例えばさっき言ったアンチエイジング、学ぶことで随分あの脳は若々しく保ってるんですよ。女性の方ほらちょっとさっき僕二十歳の方が多いとか間違えたかな、人スキンケアちゃんとやってるからですよね。今どうせマスクでよく見えないんですけど、あのお肌ね、あの今いいのがあるんでしょ、なんかよくあるプラセンタよくあるんだけどね。だけどせっかくお肌が二十歳のお肌でも脳が70代、80代とか90代とか150、脳年齢150歳ですとか言われたらがっかりしませんか。脳も若々しく保ちたいですよね。でそのために一番いいのがこの学ぶということなんです。あの私今、いろんなところで教えてるんですけど、例えばあの、高校の校長もしてるんですね。屋久島大空高校っていう通信制の高校の校長もしてますし、それから大学だと東京大学の、 あの客員の教授やってるんで、東京大学の駒場キャンパスっていうところで大学院生の指導をしたりして、まあ、教育者でもあるんですけど、で今あの学びってものすごくいろんな可能性があってね、例えば皆さんあの韓流ドラマで夢中になって韓国語を学びたいって言ったら、今はもういくらでも韓国語の学ぶ教材がインターネット上にありますし、それこそプログラミングだってあの若宮さんという方がね70歳になってからあのスマートフォンの iPhone のプログラミングを始めて、今もう世界国際会議とか出て、そうなのよそこでちょっとねあのお二人で今そうなのみたいな、そうですよ今見ましたよ、70歳でやってるんですよ若宮さん。だからもう何歳になっても学ぶ機会ができてきてるんですけど、まあ、僕なんか見てるとやっぱりせっかく学ぶ機会がたくさんあるのにやってないなと。でもねこれ皆さんねちょっと脳科学的に言って学ぶということはどういうことかってことを皆さん実は誤解してあげてる方が多くて、いわゆる国語算数理科社会みたいな教科が学ぶってことだと思ってる方多いんですけど、そうではないです。例えば私の今友人のね、もうすみません今日あのせっかくなんで沼津来たんでいろいろなネタぶっ込みますけど、あの私の友人の、まあ、三浦瑠璃っていうのがいるんですけど、大変なんですよちょっと何か知らないけど大変なんですよ。本人っていうよりもどっちかっていうとちょっとなんか大変なんですよ、そのなんか最近だからテレビ出なくなっちゃったんですね。
じゃあ皆さんが三浦瑠麗さんだったら今どうするのかって考えてみたことあります？あるいはもう三浦瑠麗よりもっと大変だったのが堀江ですよ、堀江貴文。本人がこれは大変だったんです、堀江貴文。僕あの堀江が引っ越すって言うんで会いに行きましたからね。いやなんかもう住んでるとこいられなくなったって言って引っ越したんで会いに行ったんですよ、堀江に住所もらって。そしたら金持ちってのは変わってるね。あのこんな高い塀がずっと続いてて、で入り口でなんか住所と名前書かされて、あれ堀江こんなとこ引っ越したんだと思って、でなんか待合室みたいなのがあって、変なマンションだなと思って、それでそしたら向こうからあのアクリル板があって、向こうから堀江が「茂木さん来てくれてありがとう」って言ってそれであのなんだ変なとこだなと思ってよく見たら、あの長野刑務所って書いてあるね。長野刑務所ってマンションに入居されてたんですよ。家賃がタダだったらしい。でね、だけどさすがですよ、堀江は三浦瑠麗さんとも仲いいんですよ。今回だから三浦瑠麗さん本人というよりもちょっとその近くが大変らしいんだけど、 YouTube で、ね、言ってましたからね、あのいつもあったかい服着てた方がいいですよってあの何かの理由でどっかに行かなくちゃいけない、お迎えの車が来て迎えに行かなくちゃいけないかもしれないじゃない。じゃこの時期だから寒いから、いつそういう方がいらしてもいいように、あの暖かいダウンジャケットとかいつも着てた方がいいですよって堀江さんがですね、あの YouTube の動画でおっしゃってたんですけど、今これおそらくここにいる人と全く関係ないんですね。俺もちょっとじゃああったかいの着ておこうかなと思いました、ね、ここには一人もいないと思うんですけど、でもそれも学びなんですよね。あ、わかります？その、まあ、そこら辺皆さんにとっては必要な学びですよね。じゃあ、あの今の岸田総理の立場に立って、あのドラミストじゃなかった息子があのロンドンで観光したり、あのハロッツで買い物したりしちゃったって、おそらくあれ官房機密紙使ってるわけじゃないですか。そのネットの噂によるとなんかいいですよね、総理大臣があの外遊するときはなんか2、3000万持っていくんだって、その官房長官のオフィスに、僕見たことないですよ、なんか金庫があってそこに1億円ぐらい入ってて、出した分補充してくれる、ドラえもんのポケットみたいなね、まあ、そういうのがあるらしいんですけど、でも皆さんどうですか、岸田総理の立場に立って自分の息子がなんか どうしますだから将来広島の岸田藩じゃなかったの、衆議院議員の座を譲りたいから修行させるために、今息子をその地位につけてる秘書官、まあいろいろだから周りから言われるかな、当然な、まあだけど知らぬ気持ちとしては分かるよね。まあそれはある意味では新之助を手抜きに抜擢するのようなもんじゃん。でひょっとしたらその今はドラ息子だけどここから成長するかもしれないね、岸田さんの息子は。分かんないじゃん。さあその時皆さんだったらどうしますか、今の岸田さんの立場だったら、あの息子さんをずっとその秘書官にしておきますか、それともでも辞めさせたら辞めさせたでまた傷がついちゃうよね、難しいでしょう。ということ全てが実は脳科学的に言うと学びということなんです。なんかちょっとイメージ違いませんか、あの要するに、教科書をやらなくちゃいけないんじゃないかとかね、テストを受けなくちゃいけないんじゃないか、違うんですよ。学びというのはそのちょっと難しい話なんですけど、脳の中に1000億神経細胞があってですね、それがシナプス結合というのを持ってるわけです。このでそれがお互いにつなぎ変わることが学びということなので、どんなことでも全ては学びなんですよ。で、そう考えたら、まあ、日々の生活の中で学ぶ機会がいっぱいあると思うんですけど、そこで問題なのはね、人間っていうのはちょっと怠け癖とか、まあなんか私なんかどうせ変われないんだとか、そういうふうに思っちゃう人がいてですね、例えば僕よくそのここら辺だとどうなんですかね、私立中学に行くってのは東京ことはいないのかな、東京だと今、まあ、区にもよるんですけど、まあ、文京区とか
品川区とか目黒区とか世田谷区とかだと8割ぐらい、9割ぐらいの方が中学受験されるという状況なんですね。で、そういうお母さんからなんかネットで見かけた言葉だと、なんか中学受験の勝利の、秘訣は夫の財力と妻の狂気とか言ってましたけど、妻の狂気ってのこう、あれちゃんとやりなさいみたいなね。で、その、まあ、妻の狂気ってよくわかんないんですけど、なんだ、やる気スイッチをうちの子はないんだみたいなことをよくお母さん言うんですよね。うちの子やる気がないんだって。でもね、脳科学の立場から言うと、やる気は必要ないんですよ。いや、これ皆さんだって、ここにいらっしゃる沼津法人会の方々、日々経営をされていらっしゃると思うんですけど、やる気ありますいや、てか、やる気あるかないかって関係ないでしょ、日々の仕事で。僕も関係ないですよ。僕も一日中、毎日仕事してますし、僕は3月5日に東京マラソン、6日か、東京マラソンに出るんで、今日も走ってきましたけど、ランニングするんですよ、毎日ね。全くやる気ないです。やる気ないですけど、やるんですよ。だから世間でその誤解してることがあって、学ぶ意欲とか言うでしょ。そんなのいらないんですよ。これいいですか、脳科学的には、やる気というのは、何かをしないときの言い訳に使われるだけなんですよ。もう一度言いますよ。やる気がないからやらないっていう言い訳に使うときだけやる気という言葉が出てくる。だって、イチロー選手、僕は現役時代 NHK のプロフェッショナルの取材で、シアトルまで取材に来ましたけど、イチロー選手やる気なかったと思うよ。だって1年間で、大リーグって百何十試合やって、160試合とか、毎回やる気出してたら続かないと思わない？よし、俺は4球飲んでやるぞみたいな。いや、絶対に続かないです。だから一郎選手はやる気があろうがなかろうが、いつも同じように淡々とバッティングをして、あのような偉業を成し遂げられたわけですよね。だから、やる気はいらないんですよ。三日坊主というのもよく非難されるんですけど、我々脳科学やってる人間からすると三日坊主全然大丈夫。三日坊主でやめて、また次の日からやれば、だから三日坊主を100回繰り返せば300日坊主でしょ。ね、この沼津法人会の中にもいらっしゃると思うんですけど、完璧主義の人ほど途中でやめちゃった自分が許せないね。だから3日続けたんだけど、4日目にやめちゃった。もう私ダメ、もう俺には無理だって言うんでやめちゃう人が多いんですよ。いや、そうじゃなくてね、さっきやる気がいらないって言ったのと同じように、3日坊主100回繰り返せば立派な継続になるわけなんです。そういうことをね、全て実は司っているのはこの前頭葉。この前頭葉の使い方が今日の生活術のすごく大事なところなんですけど、解釈するのが前頭葉なんですよ。いろんな、例えば皆さんよく聞きません？コップの水がもう半分しかないのかと思うか、まだ半分あるって思うか、これが解釈ですよ。まあ皆さんね、それぞれ年齢重ねてこられてると思うんですけど、嫌になります。例えばね、最近なんかもう女子高生なんか高校3年になるともう私もババアだからさとか言うらしいですけど、まあ、それに比べたら俺だってクソじじいですよね、その高校生。まあでもしょうがないじゃないですか。皆さんもかつては高校生だったわけでしょね。今もうしょうがないな。今セーラー服とか着たらどうしたんですかって言われますよね職務質問されちゃいますよね。でもね、考えてみたらこれよく聞くと思うんですけど、皆さんの残りの人生の中では今日が一番若いんじゃないですか。ものは言いようだよね。皆さんの残りの人生の中では今日が一番若いわけじゃないですか。って考えたら、なんか全然違った見え方がしませんか。あるいはね、例えば仕事を辞めたとか、辞めさせられたとか、あるいは会社のある事業を辞める。今回ね、三菱スペースジェットが
事業を辞めたということで、まあ、僕も応援してたんでね、残念な気持ちです。あの小牧空港でハンガーで国産ジェット機としてね、もう本当に YS11 型機以来の、まあ、夢を持ってたんですけど、なかなかできなかった。でも見方を変えると、撤退するって決めたことで三菱重工はもう本当に素晴らしい技術力を持ってますから、他の事業ができるスペースができたと考えてみるわけですね。だから解釈の仕方ですよ。解釈の仕方で物事の見え方いろいろ変わるわけですよ。まあ、例えばだからあれですよね、すいません、ちょっと今からちょっとまずいネタをぶっ込みますけど、気にしないでください。もう私が来た以上、まあ、脳科学界の吉本興業と言われてるわけですから、こういうネタをぶっ込んでくるんだな。まあ、だからリニアね、わしんとした静岡に駅がないと、だ大井川の水源問題があると、まあ、そこら辺はね、偉い知事さんがいろいろ考えてらっしゃるんだろうから僕は分かんないんですけど、ただね、リニアできた時に、いや俺別に JR 東海の回し物でも逆にリニアの反対派でもどっちでもないんですけど、僕子供の時ね、新幹線乗ってた時に食堂車が楽しみでしょうがなかなくて、ね、ハンバーグステーキが美味しかったんですよね。で、おそらくリニアができて、ちょっと東海道新幹線、まあ、今日ももう本当に大動脈ですから、たくさんのそのね、まあ、電車が走ってて輸送を重視してるんで、今のところその旅をする楽しみっていうのは東海道新幹線あんまりね、そこまで余裕がないんだけど、わかんないですけど、リニアできたら食堂車とか多いお茶車とかなんかできるかもしれないじゃないって考えたら、わかんないですよ、最終的にはその知事さんとかのご意向があるんだろうけど、リニアが静岡県通らなくてもいいのかなみたいな、だから駅ができなくてもいいのかなみたいな考え方もあるのかなみたいなのが前頭葉の使い方、まあ、ぶっ込んできますよ俺ね。これはもう静岡の方が決めることなんで、私が決めることじゃないんですけど、まあ、なんかそれにいろいろポジティブシンキングっていうのは脳科学でいうと前頭葉の働きなんですよ。やっぱりね、僕いろんなその脳の研究してて、いろんな方に会ってきてて、やっぱりね、ポジティブシンキングの人は強い。例えば今日本当にいろんなネタぶっ込みますけど、秋元康さんどう思ってらっしゃるんですか皆さんは。秋元康といえば昔おにゃんこクラブという番組をヒットさせて、そこで今の素敵な奥様に出会ってね、で AKB48 とか乃木坂とか欅坂とかいろいろグループを立ち上げて、もう一時は飛ぶ鳥の勢いだったじゃないですか。俺だってあれですよ、 AKB のじゃんけん大会とか何回か行ってるんですか、解説してるんですよいや解説するのも大変だよね、じゃんけんはじゃんけんだからな。いやー、ここで指原さんがですね、試合を入れてじゃんけん勝つんじゃないんですかねって、いやじゃんけんは偶然だからね。まあでも AKB の全盛期あるでしょ。それ考えたらちょっと秋元康今落ち目なんじゃないかなとか思ってる人いませんか。まあ、大体この中に30人ぐらいいると思うんですよね秋元康も落ち目かなと。秋元師匠はそんなことで立ち止まるはずないでしょ。もう最近会うと秋元さんからの出てくる言葉はもちろん AKB とか乃木坂欅坂 の歌詞書いてると思うんですけど、脚本ですよ、ドラマの企画とか。実は秋元さんめっちゃ今ドラマの企画を立ててるんですよ。でしかもね、アメリカの俳優とかと一緒に仕事をして国際的な仕事もしようとしてる。あの人は立ち止まらない。だから僕そもそもだから秋元康さんのポジティブシンキングっていう意味においては、その AKB48 がね、まだ誰も知らなかった頃に、僕は秋元さんに会ったら、秋元さんが、森さんさ、今度さ、秋葉原で、会いに行けるアイドルっていう、そういう劇場を作ろうと思ってんだよね。一番最初に聞いたのがその時ですよ、AKB48 っての。その時は誰も知らなくて、で、僕もそう、正直秋元さんが、AKB、その秋葉原で、会いに行けるアイドルの劇場を作るって聞いた時に、正直ですよ。いやー、ちょっと、どうなのかなと思ったんですけど、あれよあれよという間に大ブレイクしてああなったでしょ。だからああいう人ってのはですね、例えばじゃあ世の中が AKB とかもちょっともうそろそろ落ち目だなと思っ
ってたとしても、もうその時には先に行ってんだよね。これ沼津法人会の優秀な会社の方々もそうでしょ。沼津のタクシーの中で広告やってるかどうかわかんないんだけど、東京だと日産クリニックっていうのがやっと広告やってんだよ。郷ひろみが出てきて、なんかちょっと太っちょの女の人が出てきて踊ってる。あの会社はもともと妹の Wi-Fi やってた人だからね。一昔前はだから海外旅行で妹の Wi-Fi とか言ってる。あの人がさ、同じ社長がコロナでもう海外旅行がなくなっちゃうって言うんで、今度じゃあPCR 検査とかワクチン接種の方だって言うんで、めげないな、ああいう人はね。妹の携帯やめて西端クリニックって今やってるわけさ。これがポジティブシンキングだよね。これがネガティブシンキングだと、いやー俺妹の Wi-Fi でなんかさ一世風靡したんだけど、ああ今落ち目だみたいなになっちゃう。これ全て前頭葉の働きなんですよ。で、例えばね、面白いですよ。反田恭平君って言って、今日ね、先ほど沼津法人会に頼まれて色紙を5つ書きました。で、そのうちの1つがクジラの絵なんですけど、そのクジラの絵は反田恭平君が、小学生の、反田恭平ってご存知かな、ピアニストのショパンコンクールで2位になった、それで恭平君が小学生の時に僕のこの講演会、こういう感じの講演会に来て、なんか書いてくれって言ったら、僕はそのクジラの絵を描いたら、それが彼のなんかわかんない、運勢を上げたのかどうか、ショパンコンクールで2位になったって、めっちゃ運勢のいいクジラの絵を5枚のうち1枚だけ描かせていただきましたので、これあとは争奪戦というかですね、沼津法人会の方でちょっと良きにしていただきたいと思うんですけど、反田君はね、もう反田君って言えないの、偉くなったからもうすごい人になったんですけど、普通さ太るってどうすか。俺かなり太ってますよ、体重まあ言わないですけど、良くないって思ってるじゃないですか。反田さんはショパンコンクールでね、上位に入るために体重増やしたんですよね、戦略的に。ピアノの音の迫力が出るからって。だからなんかね、太っちゃったっていうのはネガティブシンキングだよね。そうじゃなくて、いや太ったから迫力、ピアノの音に迫力が出るっていうのはポジティブシンキングですよね。全て解釈なんですよ。でね、脳の研究してる立場から言うと、人生がうまくいかないとか、運気が悪いとか、そういうふうに言ってる人って前頭葉の解釈の仕方がちょっと足りない人が多い。有名な話ですけど、松下幸之助は人を雇うときに、君は運がいいと思うかねって聞いたそうなんですよ。で、運がいいと思いますって答えた人を採用してたってんですね。皆さんどうですか、運がいいですか、どうですか。その運がいいと思えるかどうかっていうのはものすごくなんか重要なことで、今時計見て30分ですね、今30分経過しました。皆さん大丈夫ですよ、気を確かに持っていればいつかは終わりますから。その後皆さんの楽しいパーティーがありますからね。だから、いや松下幸之助さんの言ってる運がいいということの意味は、これねちょっと神秘的に捉えたら、本当に神様が与えてくれたその人の運命があって、その人の運がいいってことになるんですけど、脳科学の立場から言うと、それは解釈の仕方なんだと。どう物事を解釈していくかということが運がいい悪いという、そこも含めて学びだと。デール・カーネギーっていう人がですね、人を動かすというベストセラーを書いています。で、このデール・カーネギー、人を動かすというのはもう日本でも本当におそらくもうロングセラーで、もうどれぐらい売れてんのかな、養老孟司のバカの壁ぐらい売れてんじゃないかと思うんですけど、このカーネギーのね、人を動かすってまさにどうやったら人が動くのかって。で、皆さんね、この中でそのいわゆる営業というか、人に物を買ってもらったり商品とかサービスを売るということをお仕事にされている方もいらっしゃると思うんですよ。それこそ本当に会社で
そういう営業の部門を見てるとか、営業の部門にいるとか、あるいは、まあ、僕もよくあの生命保険の方ともお話したりしますけど、生命保険の商品とかをね、売ったり買ったり、あ、売ったり、あの、貸していただいたりしてるっていう。で、そのデール・カーネギーの人を動かすの中には、どうやったら契約が取れるのかっていう話が書いてあるんですよ。で、これが脳科学的に言うと非常に深くてですね、そういうことを学ぶのも学びという。で、皆さん、どうやって売ると思います？ものって。普通に考えたら、その自分の持ってる商品とかサービスのいいところが、ここがこういいんですよとか言って売ると思うんですよ。デール・カーネギーはそんなこと一言も言ってないんですね。これがもう脳科学的にはすごいことで、あのね、誰か社長にトップセールスに行くとするじゃないですか。どっかの会社の社長に、例えばその社長、会社の大口案件でね、年間じゃあ5000万。ぜひちょっとうちの商品使ってください。デール・カーネギーのやり方っていうのは、商品の説明なんて一切しないんですよ。行ったら、社長と雑談してるんですね。社長、釣りがお趣味で、深海魚を釣るのがお好きなんですか。そうですか。金目鯛、ね、駿河湾は深いですか。200メートルのところにいるんですね。ああ、そうすると仕掛けがこうで、ああ、それなあ、リール上げるのに、こうやって、こうってなんか30分ぐらいかかったりする。ああ、でも、金目鯛よりも深いところにいる魚もいるんで、わあ、そうだ。さすが社長、釣りの世界ってすごいですね。奥深いですね。あ、時間だ。じゃあどうも失礼しますって言って。商品とかサービスの話を一切しないで、ずっとその社長の話を聞いてる。そうなると面白いことが2つ起こるんですよ。1つ目はね、その社長がそのセールスマンを、君は話がうまいねって言うんですよ。これおかしくないですか？何も話してないんですよ。何も話してなくて、ただずっと話聞いてるだけなんですよ。なのに、君は話がうまいねって言って、あともう1つ面白いことが起こって、もう1回来てくれ、で今度は君のその商品サービスの説明してよって言って2回目行ったら、もう即契約。これまずね、なんでその自分の話を聞いてもらえる相手のことを話し上手だと思うのかっていうと、大抵の人は売り込みということに一生懸命になっちゃって、もう自分のことばっかり言うと、私にはこういうところがいいところがある、こんなね素晴らしいものがある。でも会話って本当は対等というか、やり取りをして初めてね、成り立つわけですよ。この沼津法人会の男性方ね、まあ皆さんそれぞれ社会的な地位が高い方だと思うんですけども、よく偉い男性が女性に対してやってしまうのがこのミスなんですね。一方的に自分の成功話っていう、僕がね会社立ち上げた時はね、いやそれでさ、そうなんだよこれでさって、ずっと女性がうんうんうんって聞いてる。それ女性が楽しいのかというと、そんな楽しくないんですよね。で、本当にすごい社長は、ね、沼津法人会の社長の方、これからちょっと参考にしてください。例えばじゃあ女性がいる席で食事しているとするならば、まあ自分がすごいのは分かってるわけですから、会社やってきて、こうやって会社を大きくして成長してきて。でも、あえてその、相手の未熟かもしれない。まだあんまり物知らないかもしれない。その女性の話を本当に心の底から興味を持って聞いてあげる、こういうことができる人っていうのはやっぱり人間関係の達人なんですね。で、そのデール・カーネギーの、その人を動かすの中には、まあそうやって実際にね、その社長と雑談して、で大口案件を決めたっていうケースがいっぱい出てくる。デール・カーネギーっていう人はですね、その人を動かすという本を書いたんですけど、その母体になったのがアメリカ全土を回って、もう講演会を数限りなくしたんですね。あとその当時のアメリカのビジネスパーソンにいろいろ相談を受けて、コンサルティング、本人にしてるとコンサルティングみたいなことしてたんです。ですからもう膨大なデータというか実経験に基づいて
今のようなことにたどり着いた。この雑談ができるというのが無駄なようで、実は人間の生活術ということにおいてはものすごく大事で、お猿さんのね、毛繕い行動との関連が科学的には分かってきまして、お猿さんってのは毛繕いをすることによって絆を深めている。野生の猿というのはこうやってお互いに毛繕いをすると脳の中はベータエンドルフィンという物質が出てですね、で免疫系の作用が高まって、でベータエンドルフィンを出し合っている仲間というのはお互いに助け合う。だからこの沼津法人会もそうですよね。この後まあパーティーがあるわけでしょ。でパーティーで雑談するってのは一見無駄なように聞こえますよね。全然無駄じゃないんです。動物行動学的に言うと、そのパーティーでの雑談が全てなんですよ。なんか社会があいつなんかこういうことやってるらしいなみたいな、あいつこういうやつでこうなんだなみたいな、そういうことを絆を持っていると、やっぱりビジネスとかそういうことにもつながっていくんですね。なんかの時に、あ、じゃああいつに頼めばいいよ。ない。もちろんだから見えちゃったらダメですよ、目的が。ああ、なんかこいつ俺の中に取り入れようと思って雑談してきてんだなみたいなね。なんか僕秋篠宮だったら、この小室という青年はうちの真子に取り入れようと思って雑談をなさっているのですよ、かって。うるさいですよ、今の忘れてくださいね。今のはそんなことないです。あの二人は素晴らしいカップルなんですから忘れましょう。もう終わっ済んだことはしょうがないです。次は佳子様ですからね。佳子様がね、どうなんですか。まあ本当に愛子様がね、一番大事ですからね。あ、でもね、これ全くの雑談っていうか、僕ね、宮内庁に言いたいのは、あのね、ああいうお立場にある佳子様とか愛子様のレギュレーションを作るべきで、それは何かというと、分かんないです、小室圭さんと眞子さんはどっちがどっちに話しかけたか分かんないんですけど、向こうから話しかけてきた方は基本 NG というレギュレーションにしてる方がいいと思うんですよ。分かります。だただ愛子様が、すいませんね、こんな話してて、愛子様が学習院の大学で、いろんな語学友がいると思うんですけど、その中でその愛子様がご覧になって、あるいは侍従の方々がね、ご覧になって、あの人はちょっといいんじゃないかなみたいな方々、こちらからちょっとお茶会にお誘いする宮内庁の方かなっていうのはいいんだけど、向こうから来た方はちょっといろいろなんか分かんないんでっていうルール、どうですかね、宮内庁のルールとして。そういうルールにしといた方がいいと思うんですけど、まあそれは置いといて、今日はそのルールないで、ここに皇室の方いらっしゃらないですよね。だ、今日は大丈夫ですよね。誰に話しかけても大丈夫ですよね。それで、そうですかね、その脳科学的に言うと雑談っていうのはものすごく深くてですね、実はコンピューターの世界でも人工知能の世界でも雑談ができる人工知能というのが長らく、人間と同等の知性の表れとして議論されてきたんですけど、一部皆さんご存知だと思うんですが、チャット GPT っていうですね、人工知能ができまして、これがかなり雑談できるようになってきました。で、アメリカの方なんかはそのデーティングアプリ、恋のお相手を見つけるアプリに、その人工知能が言ってきたことをコピペしてお互いを誘ったり、相手からまた帰ってきたらそれをまたコピペして人工知能に読ませて、こういう時どうすればいいって皆さん参考にしないでくださいね。そういうことをやってる人もいるっていう話です。だから今その人工知能が出てきちゃったんで、雑談というのがですね、ますます僕は重要になってくると思うのは、その人工知能のでも答えって意外と優等生的でつまんないんですよ。だ、自分だけの言葉を持ってる人って、ね、やっぱりこれから魅力的ですよね。昔千代藤っていう相撲取りが引退した時に、引退会見で開口一番、体力の限界って言ったんですよね。あと勝慎太郎っていう俳優がいて、その人がなんかちょっといろいろあった時に、これからもうパンツ履きませんって。すごいですね、なんか何言うか分かんないですよね。そういう言葉は人工知能からは出てくる。
やっぱだからその我々の言葉というのはその人なりの経験とか今までの知識とか世界観とか価値観とかそういうものを反映してるじゃないですか。だから雑談というのは楽しいと思うんですよ。この後ぜひパーティーで、まあ私今日ねこれパーティーの前の雑談みたいな前座みたいなもんなんで、皆さんぜひ雑談楽しんでいただきたいと思うんですけど、でその猿の毛づくろいの研究から分かってきたことが、脳の大きさによって雑談相手の数が決まってくると。その猿はですね、毛づくろいをするその相手の数っていうのが種によって決まってるんですね。でその毛づくろいの相手の数が猿の脳が進化して大きくなるとどんどん相手の数が増えていくんですよ。で人間の場合にはこれ皆さんよく覚えてください。今日重要なオックスフォード大学のロビン・ダンバー教授が研究したんで、ダンバー数、ダンバーの数と言われてるんですけど、人間の脳の場合は150人ぐらいとは定期的に雑談をする関係を保つことができますよと。150人、これなんでね、じゃあ脳の容量で150人っていう数字が出てくるのかというと、要するにですね、雑談をするってことは相手がどういう人で前にはどういうことを言ったかとかそういうことを覚えてないと雑談できないじゃないですか。でこれどう考えたって1万人とか10万人と雑談するの難しいですよね。だって誰か分かんないもん、誰だっけみたいな。これもですね、僕昔フジテレビの新報道2001っていう番組に出た時にですね、田中角栄さんのですね秘書さんにやった人がいらしたんですよ。もう今日みたいに女性が20代前半の人が多いとこれ分かんないと思うんですけど、まあ、田中圭というのはですね、前さらで、前さら国民の皆さんにはね、前さらって言ってた人ですよね。前さらっていう私の少年時代って本を今度書いてあってね、読んでくださいまあそういう人ですね。でその田中圭さんはコンピューター付きブルドーザーって言われたぐらいその賢くて、そして突破力があった方なんですけど、政治家って今日ね先ほど県会議員の先生にもお目にかかりましたけど、政治家の一番大事な能力って何かっていうとね、学生とかに言うと政策を作ることですかとか、ビジョンですかとか、カリスマ性ですかとか、まあそれも大事なんですけど、政治家の一番大事な能力って人の名前を覚えることなんですね。だってそりゃそうでしょ。だって支持者からしてみればさ、なんか集会とか何回も顔出してるのにさ、こうやってその政治家の先生がこうやって握手しながら、絶対こいつ俺の名前覚えてないなみたいなそういう人支持します。だから僕ね、竹口智っていうなんかと自民党の北海道選出の先生がまだ現役だった頃、今息子さんに一番譲られたんですけど、なんか気に入られちゃって偉大なるイエスマンと言われた人ですよ、竹部さんって。幹事長をやったのかな。何回かその竹部先生のですね、自民党なんか集会っていうか、どこだったのかな、北海道のねちょっと上の方だったね、行ったことあるんですよ、竹部パーティーみたいなのに。そしたら竹部総務はすごかったね、こうやって座ってるでしょ。そうすると一人一人にフルネームで言って、なんとかさんありがとうございますって、ああいうところがやっぱり政治家としては大事だと思うんですけど、まあそれで田中圭に戻るんですけど、その新報道2001っていう番組に出た時に、その田中圭さんの秘書さんをやってて、当時も衆議院議員になってらっしゃる先生がいらっしゃるんですね。でいや田中圭さんっていうのは財務大臣、今は財務大臣ですけど、当時大蔵大臣でね、大蔵大臣になった時にそのイララブ役人の方を全員フルネームで言って一気に心をつかんだそうですねっていう話をしたら、そうなんですよ、うちの親父はね人の名前をね覚えるのが得意で、ただパーティーとかで、ね、その人の名前忘れちゃった時には親父が使ってた手があるんですよって言って、どうやってするんですかって言ったらね、パーティーとかで名前が分かんないってするじゃないですか。そうそう、田中圭さんは握手しながら、君の名前は何だったかねって言って、鈴木ですって言うと、鈴木は分かっとるよ、下の名前は何だったっけ、うまいね、鈴木は分かっとるよ、下の名前は何だったっけって言って、鈴木という名前を
切り出すと。今日これをパーティーでやったらバレバレですよね。あなたの名前何でしたっけ？田中です。田中は分かってるわよ。さっきなんかもじゃもじゃの脳科学者がなんかやってたんですけど、まあで、まあだからその本当にいろんな人と雑談するっていうのはやっぱりね、その人に対する興味関心とか愛情がなかったらなかなかできないですよね。でもね、脳科学的な一つの目安としては150人、どうですか皆さん、150人ぐらいの方と定期的に雑談してます？これがやっぱり脳のアンチエイジングっていう意味で言うと一番実はいいんです。で、ぜひこの後そのパーティーで、なんていうんですか、150人は無理でしょうけど雑談していただきたいんですけど、ちなみに雑談は本当に雑談でいいんですよ。なんか要するにですね、これ科学的に研究があって、その雑談の内容は何かっていう時に、ほとんどの場合は共通の知人の噂話で、これが一番盛り上がるわけですよ。しかもどっちかというと不幸っていうか、だからその、まあ、さっきね、三浦瑠麗が大学とかの堀江貴文がこうだったって話しましたけど、例えばさ、ここら辺で有名な高校があったとするじゃん。じゃあ沼津高校ってきっと有名な感じですが、じゃあ沼津高校有名なことにしよう。有名なんだよね、きっとね。沼津高校有名ですよね。そうですね。じゃあ沼津高校に、例えば、そうですね、鈴木さんの息子さんが沼津高校入ったとするじゃないですか。で、その時にね、なんていうか、噂話の時に、奥さん聞いて、鈴木さんの息子さん、沼津高校入ったの。でもそれがね、学年でね、とっても優秀で、学年1位で、なんかもうどこでも、もう医学部でも何でもどこでも行けちゃう。で、しかもなんかね、テニス部のキャプテンで、全国のインターハイ出てね、なんかベスト4まで行ったんだって、もう、なんかもう本当にすごい人なのよっていう噂話って面白くもなんとかないじゃないですか。勝手にしたら、どうでもいいわ、そんなの。みたいな感じになるじゃないですか。それが、奥さん聞いて、鈴木さんの息子さんね、沼津高校入ったでしょ。だけどね、なんか2学期から学校行ってないらしいの。なんか部屋に閉じこもっちゃって、食事の時だけ出てくるらしいんだけど、このままだと、なんか、留年、下手すると、大学になっちゃうんですって、大変ね。でもこれ、絶対他で言っちゃダメよ。うん、分かったって言って、もうそれが一気に広がるって。なんで、人が大変だという噂話の方が人は盛り上がるのかというと、まあ、いろんな考え方があるんですけど、一つにはその脳にはシャーデンフロイドといって、これもともとドイツ語なんですけど、他人の不幸は蜜の味っていう、そういうことがあるとされてる。これドイツ語だってことは、ドイツ人が特にそういう傾向が強いのかどうか分かりませんが、よく言うじゃないですか、だってほら、まあ、例えばじゃあ、アンジャッシュの渡部君がちょっと今、表に出られないでしょ。この前ちょっとあるところであったんだけど、まあ、本人は密かに、まあ、奥さんが綺麗だからね、奥さんが今働いてるからまあいいんじゃないかって、まあ、で渡部君がああなったとき、みんなこう、渡部もあいつも大変だなっていうのが、なんか嬉しいんでしょ。大活躍してたのが、もうテレビ出られないんねやね、みたいなの、ちょっと嬉しいんだよね、きっと。それがだから、まあ、渡部は元気でしたけど、まあ、それをだから、シャーデン・フロイデっていうんですけど、でもそれは人間の心理としてあるんだろうけど、もうちょっと違う意味もあってね、やっぱりその人間って、まあ、沼津法人会の方々は皆さんとってもとっても順調な生活をされていらっしゃって、これからもご反映されると思うんですよ。ただ人はいつ何があるか分かんない、いつ順調だった人生もつまずくかもしれないと、つまずいてから慌てたら大変じゃないですか、いろいろ。だから人の大変なことっていうかね、ちょっと不幸っていうか、まあちょっとトラブってるって話はシミュレーションするのにいいんですよ。自分のことじゃまずないから。いや、例えばじゃあ鈴木さんの息子さんが沼津高校入ったのに2学期から学校に行ってないっていうのは、もし自分の子供とか周りの人がじゃあ不登校とか学校に行かなくなっちゃったって、今の時代はね、別に学校行かなくてもいいんだよと僕は思ってます。小木ママも言ってました。別に不登校ってのはそういう子供が答え出してるんだから無理やり返せる必要はないよって。僕もそう思いますけど、だけど
まあ、そういうことがあったときに、じゃあそういうときに我々はどういう考え方でどうすればいいのかってことをあらかじめなんていうかないろいろ考えるという、そういうとてもいいきっかけになるわけです。私の友人が先日ですね、LINE を送ってきて、おじさん、文春法食らっちゃいましたよとか言うんですよ。文春から電話かかってきて、まあ、そいつの記事、そのちょっと後に出てましたけどね、あ、出てる、出てるみたいな。ちょっと誰とは言わないですけども、僕の友人で文春法じゃないんですけど、その週刊新潮の記事になったのが、乙武弘太だっていうやつなんですけど、まあ、乙武君がですね、五体不満足の乙武君が、参議院選挙に出ようとしてたんですね。そしたらそのタイミングで実は乙武君が5人の女性と付き合ってたと。だから5体不満足だと思ってたら5体満足だった。すいません、思い出しますで話が出たわけなんですけど、あの時乙武と喋ってたらですね、週刊新潮の記者がこんな分厚い資料を持ってきたんですって、ね、でその前の週かなんかの時に政治家の方がスキャンダルでそれを否定したら、それをまた上回るようなネタがあって、否定したことがかえって火に油を注ぐようなことになっちゃったんですって。そのことが頭にあったから、お酒がその週刊新潮がこんな分厚い資料を持ってきて、お酒さんちょっとお伺いしたいことがあるんですけどって言った時に、その全部告白したんですって。その実は5人の女性と付き合ってました。で、後で分かったんですけど、週刊新潮は実は一人しか分かってない。で、あとの4つは、4人は、告白損だったらしいんですよ。っていうような話は、面白いでしょ？皆さんが万が一、その、週刊新潮とか、週刊文春とか、その、わかんない、静岡新聞とか、になんか取材されたときに、あ、そういうこともあるんだな、っていうかね、なんか真剣な顔して聞いてる男性がすごくいらっしゃるんですよ。あ、だからなんかそういう、まあ、そういうね、ちょっとなんかそのトラブルシューティングっていうか、その失敗しちゃった時のなんていうか、その事例ってその噂話としては面白いというか楽しいんですよ。しかもで、だから別にそれは悪いことじゃなくて、なんかその人生でちょっと困ったことがあった時にどういうふうにすればいいのかなってことをシミュレーションするっていう意味で大いに興味だから、この後の新春パーティーで人の噂話、いいことも悪いこともやっていただくと絆が深まるんですよ。私たちそういう人の秘密を話し合ってる仲間みたいな感じでね。もちろん普通にあれですよ、世の中の出来事とかいろいろお話しくださればいいんですけど、まあだから雑談っていうのはですね、それにおいては本当になんていうか人と人との絆を深めるっていう意味ではとてもとても大事なことなんですけど、でね、今日学ぶことが大事だと。で、じゃあ例えばじゃあ、やる気がないっていうことでやめないようにとか、あるいはその何だろうな、三日坊主でやめないことだとか、いろんなその前頭葉の解釈の仕方だって話から始まって、まあ今そのセールスパーソンが、雑談することで商品を買ってもらうって話から。今ずらずら毛づくろいの話になってきたんですけど、全てに共通するのが実はドーパミンっていう物質なんですね。で、そのドーパミンっていう物質が脳の真ん中にある中のミッドブレインっていうところから前頭葉に向かって、出ます。で、これが出ることで脳の神経細胞の結合が強化されるっていうのが強化学習というメカニズムなんです。実はこの強化学習のメカニズムを使って今の人工知能はここまでの発展を遂げた。もともと人工知能っていうのは脳のやり方をパクったんですね。でもじゃあ我々がどれくらいそのドーパミンっていう物質を出して神経細胞の結合を強くしてるかっていうと、これは心もとないと。大抵の人はドーパミンを十分に使ってない。ドーパミンはただです。高いサプリを買う必要はありません。脳の中にドーパミンはあるんです。じゃあなんで出ないのかっていうと、それは皆さんがチャレンジしてないからなんですよ。皆さん最近チャレンジされてます？冷静に考えて。というのはだって皆さん小学校の時とか毎日毎日チャレンジしてたわけですよ。チャレンジ1年生って言葉もありますけど、だって漢字書いたり句覚えたり英語をやったり、学校の頃の皆さんはいかに偉かったか。
それが大人になるともうなんかチャレンジするのを忘れてしまうっていうかね、あの自分はこの程度だと思っちゃう。でも脳は何歳になっても学ぶ力があるわけです。先ほどあの言いました若竹さんは70、80になってから iPhone のプログラミングをやってるわけですから、あのチャレンジすることってできるんですけど、そのためにはねやっぱり無茶振りをしてほしいんですね。でこの無茶振りというのは例えばこういうことです。この沼津にも素晴らしい公民館のギャラリーとかあると思うんですけど、もう今から9月の2週目の1週間借りちゃうんですよ。でそこで私の水墨画展をやることに決めるわけです。で100円ショップ行って筆ペンと紙を買って、もうだから決めちゃったらやるしかないじゃないですか。でもあのねちょっとねちょっとじゃあ皆さんちょっと冷静に考えてくださいね。9月の第2週に私の水墨画展をやることに決めて、今まで絵を描いたことがなかったのにこれから描きますって、まあ無茶ぶりのように思うかもしれませんが、小学校の2年生で九九を覚えた皆さんってもっと無茶ぶりされたんじゃないですか。漢字毎年覚えてたんでしょ。すごくないですか。それに比べたら大したことなくないですか。あの私の水墨画展をやるっていうのは別にいかになんか我々がそのなんかサボってるかっていうかですね、あのこれこの脳のいいのは他人との比較じゃないですか。あのこれね、あのいろんな人と話すと、まあ、例えば僕マラソン出るじゃないですか。なんで走んないのかっていうと、大抵ですね小学校の時とかに無理に持久走を走らされたのが嫌で、それが記憶に残っててやりたくないとか、勉強もまあだからちょっと学校の勉強苦手意識があって、勉強っていうのはそういうことだと思ってるからなんか近づきたくないとかね、あるいは人と比較されちゃうとか、そういうことでチャレンジしないって方が多いんですけど、ドーパミンってね自分にとっての進歩だったらそれでいいんです。他人と比較してどうのこうのじゃないんですよ。昨日の自分よりも今日の自分が少しでも進歩してたらそれで前頭葉にドーパミンが出るんです。だから反田恭平さんと皆さん対抗しなくていいんですよ。僕はショパン国君2位ですからね。今まで弾けなかった猫踏んじゃったから弾けた瞬間にドーパミンが出る。だからそう考えたらドーパミン使わない理由ってないじゃないですか。ただですよ、普通にご飯食べてたらドーパミンできてるんですから。ただ脳は本当によくしたもので、本当に脳ってよくできてると思うんですけど、その極めて効き目の強い物質なんで、ドーパミン、神経伝達物質って言いますけど、そうめったやたらとは出さないようになってるんです。だから自分ができないことにチャレンジしてできるようになって、それが生きる上で役に立つ、そういう時にドーパミンが出るようになってる。だから僕一番最初の方に言いましたよね、その勸玄君が團十郎のね息子の勸玄君が新之助を襲名して、で立派にね手抜きの舞台を務めた。まあ勸玄君も小さいですけどプロですから、お客様の前でねできるかなできないかなって不安を抱かせるってことは、これはいけないことですから。だから僕ね意外と最初の方に行ったんですよ。注射も出たんです。あのなんかねちょっとテレビとか出られなくなっちゃったら、もうそういう人ばっかりだね。あの香川照之さん注射も、ちょっとした役で出てたんですけど、歌舞伎役者としてね。で勸玄君立派でしたよ。確か3日目ぐらいかな、3日目ぐらいの舞台を見たんですけど、立派にやってらっしゃいましたが、だけどそれはやっぱり勸玄君の中ではきっと今までできないことをやったドーパミンを出した結果なんだと思うんですよ。まさに無茶ぶりですよね。9歳の男の子が無茶ぶりやってるのに、なんで皆さんはやんない。らしさというのがいけないんです。脳科学やってるとね、そのらしさってのにとらわれちゃう人が多い。
まあ、皆さん今まで生きてきた中で、私はこういう人だと、私がやるのはこういうことだと、私らしさってこうだと思ってる。だけど本当はそのらしさを超えたところに皆さんの新しい可能性があるわけですよ。日々新たな例というかですね、我々可能無限って言いますけど、次が決まってたらそれは無限につながっていく。可能性の可能に限りない無限、この可能無限というものをぜひ掴んでいただきたいなと。可能無限を掴むために必要なのはこのドーパミンということなんですね。ぜひ無茶振りをしていただきたいなと思うんです。でね、あと15分ぐらいで質問の方に持っていきたいと思うんですけど、もう皆さん大丈夫ですよ、後半戦しましたから、あともうちょっとで乾杯ですよ、ね。我々ね、チャレンジということを考えるときにね、ハングリー精神っていうのがすごく誤解されてるなと思うんですよ。でね、ハングリー精神って、なんか、物がないとか、不幸せだとか、そういう人が頑張って幸せになるっていうのが、ハングリー精神だっていうイメージがあると思うんですけど、脳科学の立場から言うとそうではなくて、実は幸せこそがチャレンジのスタート地点になるってことが分かってるんです。で、面白いですよね、幸せっていうのは何か。僕は英語の本をここのところで2冊書いてて、2017年に出したのが生きがいっていう本で、これが世界的にベストセラーになってるんですけど、日本人の生きがいというのをね、英語で僕が書いて、ロンドンの出版社が出して、今いろんな国に翻訳されているんです。日本語にもなっています。で、去年イギリスから出して、今年の1月にアメリカから出たのが和みという本で、和みの道っていう本で、これは聖徳太子の17条憲法、和をもって尊しとなす、あそこから始めて、いかにこの日本という国が和みということを大事にしてきたかということをですね、とうとうと英語で世界の人に向かってお話ししているのが、この和みの道、ザ・ウェイ・オブ・和み。こちらは残念ながらまだ日本語になってないんですけど、アマゾンなどで買えるので、もしよかったらどうですか、英語の勉強を兼ねて。なかなかいい本ですよ。僕が言うのもなんですけど。で、そのザ・ウェイ・オブ・和みの中で、幸せってね、いう言葉はあえて使わなかったんですよ。というのは、なんで使わなかったのかというとですね、幸せっていうと、幸せの条件があると思っちゃう人が多いんですよ。わかります？世の中に溢れてる本って、こうやって、成功しましょうとか、こうやって友人を得ましょうとか、こうやって恋人を得ましょうとかね、こうやって子供がなんか勉強できるようにしましょうみたいな。で、そうなるとさ、その条件満たされないと、幸せじゃないってことになっちゃうじゃないですか。だけれど、脳科学的に分かっていることは、実は幸せの条件って何もないってことが分かっているんです。だから、これがないと幸せになれないって思うことが幸せの原因。どんな人も幸せになれる。じゃあ、どうやったら幸せになれるかというと、自分の個性との和みというかですね、自分の個性を受け入れるというか、受け入れてもらうということが、和みなんです。昨日かおとといか俺がぼーっと待ち歩いてたら、北川景子さんの写真が出て、ウィッシュのなんか妻かなんだろう、北川景子。まあ綺麗だよね。今日はだからあれでしょ、ミス沼津の予選会場ですよね。いや、予選だから誰でも出られるんですけど、っていうのが僕の知り合いの落語家のいつも枕でやるやつなんですよ。今日ミスユニバースの予選会場ですよね。いや、予選だから誰でも出られるんですけどねって言うと、なんかはーって笑うっていう、そういう落語家さんがいるんですけど、まあ今ちょっとそれ師匠のパクってしまいました。北川景子さんみたいに綺麗じゃなかったら幸せになれないはずないよね。どう思います皆さん、変えたいですか顔、北川景子と。あ、俺じゃあキムタクと何回か仕事したことありますよ。かっこいいですよキムタク。俺キムタクになった方がいいですか。気持ち悪いよね。違う、考えただけ気持ち悪いよね。キムタクファンの人は、ね、やめてみたいな。いや、俺いいですよこのクマモンみたいな体型で。別にいいっす、だってこれが僕だからね。だって変わっちゃったら別
別の人になっちゃうんですよ。これは全部に当てはまることなんですよ。見た目だけじゃなくて、例えば皆さんのご家族、今のパートナーの方に満足されていらっしゃいますか？変えたいですか？でもちょっと考えていただきたいんですけど、今のパートナーの方に満足してなかったとしても、今まで過ごしてきた日々がなかったら、今の今日の皆さんにはなってないんじゃないですか。他の方と一緒になってたら別の人になってましたよね。そしたら今のあなたではないですよね。お仕事もそうですよね。この沼津という地で頑張ってらっしゃる皆さん、ひょっとしたら三島の方が、静岡の方が、浜松の方が違うビジネス環境があったかもしれない。でも沼津で頑張ってらっしゃる。じゃあ浜松の誰かと立場を変えたらいいのかというと、そうでもないですよね。だから自分の今置かれた状況を受け入れるというのが、実は脳科学においては一番大事なことで、それが和みであり、そして脳科学的に言うと、そう、幸せの条件なんですね。あの、変な話、あの、僕さっきあのフォリアムの話しましたけど、フォリエ貴文はいつもなんかものすごく贅沢な生活してるわけですよ。あの、まあ、三浦の時もね、よくシャンパン飲んでるみたいですけど、あの、堀江はもうシャンパンだ、フォアグラだ、ステーキだ、なんかキャビアだって、まあ、お金持ちだからね、好きなものを食べればいいと思うんですけど、でもそういう堀江の様子見てると、こいつなんかうまいものとかないと幸せになれないのかなとか思ってた。でもほら、さっきも言ったように堀江が引っ越して、俺面会に行ったじゃないですか、長野刑務所に。なんかね、行って、で、ある時ね、あの、僕が刑務所面会行ったら、堀江が向こうから出てきて、あ、文さん、来てくれてありがとうって言った後に、堀江が言った一言が僕はもう衝撃的すぎて一生忘れられないんですけど、堀江なんて言ったかというと、文さん、今週はね、一人半分ずつバナナが出るんだって言ったのよ、あの堀江が。本当に心の底から嬉しそうに、あ、堀江は今受刑者一人半分ずつ出るバナナに幸せを感じてると、これが和みだなと。つまり、だから自分の今置かれた状況に幸せを感じることが和みだ。で、脳科学が分かっ、ね、研究して分かってきたことってのは、子供は自分の置かれた状況、自分の個性と和みを持つことが大事で、それを安全基地、セキュアベースという。それは母親とか父親が子供を条件付きで愛するんじゃなくて、勉強したらいい子、勉強しなかったら悪い子っていうんじゃなくて、どんなことをしてもお父さんお母さんは君の応援だ、味方だよってことを言ってあげると、子供は幸せを感じて勉強しだすんですよ。チャレンジ始めるんですよ。だからそれを我々は安全基地と言うんです。子供のチャレンジに一番大事なのは安全基地。大人も同じなんですね。あの、ハングリー精神があって、ハングリー精神がある人が不幸で、今なんか不幸だからその幸福を得たいと思って頑張るっていうのは嘘です。脳科学的に言うと、安全基地という幸せがあるからこそ頑張れるということが分かった。だから、あの、昔話は嘘なんですよ。あの、昔話は不幸な主人公がいて、で、頑張っていろいろ旅に出たりして、最後に、そして二人はいつまでも幸せに暮らしましたって終わるんですよ。逆なんですよ。幸せに暮らしてる人がいるんですよ。ね、もうめっちゃ最初から幸せなんですよ。いや、もう幸せで、もう本当に自分のことをね、受け入れてて、あの、今、自分が置かれてる状況は最高だなと思う。だったら挑戦しようかなって思うというのが実際には起こっていることなんですよ。それでも子供のこと見たらそう思いませんか？子供って幸せでしょ？で、それをだからこそチャレンジができる。だから今日皆さんぜひね、自分の今置かれている状況、まあ、それは自分の見た目とか、今までの生き方とか、今周りにいる人とか、その仕事のあり方とか、そういうことすべて含めて、あ、今の自分でとりあえずいいな、それで満足するっていうのともちょっと違うんですよ。だから、ずっとこのままでいいやっていうことではないんですよね。
今の自分を受け入れて幸せになった。だからじゃあもっと頑張ろう。だイメージとしては脳内にその扁桃体っていう感情の中枢があるんですけど、アーモンドのような形してる。そこにまあ安全基地というですね、定期預金みたいなのがあるとすると、じゃあ例えば1000万分の定期預金があったとしたら、じゃあ1000万分だけチャレンジしてもいいかなっていう気持ちの計算を脳はやってるというイメージで捉えていただくと、安全基地という定期預金があるので、じゃあちょっとチャレンジしようかなっていうイメージで捉えるとですね、今申し上げていることが伝わるのかなと思ったりもするんですね。でいろんなことをお話ししてたんですけど、いよいよあと4分となりましたが、すいません、僕放送の仕事をずっとしてきてるんで時間管理が極めて厳密でございましたね。この沼津という地は僕さっきも申し上げましたように三島からですねテクテク歩いて沼津アルプスを見つつですね、途中で湧水本当に美しいですよね。あそこの湧水はもう素晴らしいなと思うんですけど、でこの沼津港に来てお寿司を食べて帰るというのが僕の、好きなやつですけど、僕やっぱり今はもう地方の時代だと思うんですよ。でこの沼津でもね、例えばここで育った子供たちが東京に行ったり名古屋に行ったりしてなかなか帰ってこないっていう、そういうこともあるかもしれないですけど、でも僕はやっぱり日本の未来の姿っていうのはね、やっぱりそれぞれの地域が特色のある発展を遂げるっていうか、いやそのためにはやっぱ沼津が世界一だと思っちゃっていいと思うんですよ。でそれどういう意味かというと、今申し上げたように僕はまだ沼津のことをそんなにちゃんと全て分かってるわけじゃないですけども、美味しい魚があって、その美しい遊水地が近くにあって、富士山が近くに見えて、でそういうことを全部組み合わせていったときに、そういう組み合わせがあるのは世界でも沼津しかないっていうものがきっと見つかると思うんですよね。でそういうものを見つけたときに、あ、実は沼津って世界一なんだ。でもこの世界一ってのは別に比べてどっかより上とか下とかそういうことじゃなくて、おそらくそういうことをやったらどこでもきっと住めれば都じゃないけど世界一だと思えるということですね。でも沼津にいらっしゃる皆さんは、沼津にいらっしゃる皆さんしか分かんないことがあるわけじゃないですか。ぜひね、その沼津は本当に世界一なんだなって思えるような、そういう誇りを持って、誇りってさっきの安全基地に出て、プライドって別にもうだから私はもうこれ以上変わる必要ないというか、私はもうこのままでいいって意味ではないんですよね。誇りというのは、プライドというのは、それだけの安全基地があって自分が幸せだから、だからこそもっとチャレンジしようっていうのが本当の誇りだと思うので、ぜひ皆さんこの沼津法人会のこの、新春出荷司会ですか、この後ぜひ大いに、雑談していただいて、名前が分かんないときは、君の名前なんだったっけ、鈴木です、鈴木は分かったよっていうのをやっていただいて、あと大いにぜひ皆さん誰かの噂話をして、で絆を深めていただきたいと思います。じゃあこの後ご質問をお受けしたいと思います。ありがとうございました。